君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ夕闇通り探検隊やっていきましょう。いやもうようやく1ヶ月経ちましたね。6月1日になりました。まあ、前回ちょっとねフライングしてしまったんですけど、あれはなかったことにして、くるみちゃんでね今日はやっていこうと思います。今日は噂を手に入れるとかっていうよりかはあれですね、あの子のところに行きます。ここだっけ、隣だっけ。お、いたぞー。これでもくるみちゃんの方が背が高いですね。傘こそ傘こそ。ん？あ、こっち向いた。てんてんてん。ねえねえ、なんでくるみ見てるの？こんだけ？傘こそ傘こそ。しつこく。傘こそって何なんだよ。ゴキブリの効果音でしか聞いたことないですよね。これで終わりっぽいですね。しょうがない。さあ、というわけで本日やっていくのが呪いのアンティークの噂。なんていうかさ、どう思う？どうって何が？呪いのアンティーク店って話。噂話でしょ？首を絞めるネックレスとか持った人がみんな死ぬダイヤとか、夜になるとカタカタ揺れる骸骨とか、そういうのを置いてる店なわけ？僕に聞かれても知らないよ。そんなわけないじゃん、稲垣のアホ。何一人で納得してるんだよ。でも気になるのはその店。私がよく行く古本屋の隣なんだよね。それで？ちょっと寄ってみようかなというわけさ。なるほど。とりあえず古本屋の近くに行けばいいってことですね。というわけで、昼見駅のね、北口にやってきました。この辺りにどうやらあるらしいですね。マツダ電機株式会社。何やってる会社なんですかね。どっから、このビルかな？不動産って書いてあるな。あ、ここの階段っぽくないですか？なんとなく。稲垣なんか言ってたな。古本屋のついでに寄ってみるか。ここ？あ、行けそう。何も看板出てなかったですけどね。お、ありそう。あ、これは喫茶店っぽいな。これは熊本？あ、ほんとだ。これ？あ、アンティークって書いてある。全然気に留まらなかったけど、ここアンティークショップだ。なんかすごい入信橋ビルを思い出した。いらっしゃいませ。すごい綺麗なところですね。この世界には珍しく明るい店だ。いらっしゃいませ。すいません。足どうなってんのそれ。蹴ってない？アルバイトの人ですか？私はここの店主だけど、何かお探しかしら。なめんな。アルバイトの人とかはいないんですか？手伝ってもらってる子はいるけど、今日は来てないわね。それって理由わかります？正体不明の奇病とか、めちゃめちゃ失礼なこと言ってますね。別に、普通の女の子の事情でしょう。それで何のようなの？いや、ちょっとそれは。お客さんじゃないの？売ってるものとかも超普通ですよね。そんなことないわよ。ほんと失礼極まりないな。大学生の頃からヨーロッパを回って、少しずつ買い集めた一級品ばかりなんだから。そう？だからあなたたちは何なの？お客さん？僕たちは関係ないんです。なんだよ、なお。じゃあ、ズバリ聞きますけど、このお店やってて変なこと起きたりします？え？私聞いちゃったんですよ。この店がなんかこう、呪われてるとかって。え？
もしかして心当たりでも？そんなの根も葉もない噂でしょ。変なこと言わないで。何なのよあなたたちは。そりゃこうなりますよね。おっと、 NNR です。失礼しました。 NNR？ NNR って何？失礼しました。いや、失礼極まりなかったですね。そしたらこのいつも言ってる古本屋ってこれのことですかね、もしかして。めちゃめちゃ狭くない？まあでも奥行きがある系なのかな。失礼って言っときながら俺も、あ、めっちゃ失礼なこと言ってた。おっちゃん、こんにちは。なんかヤクザの事務所っぽいけど、ここ、あれ話せないですね。あ、それが普通に話すのかな。あ、ねえねえおじさん、教えてほしいことがあるの。この並びのアンティークショップって、いわくつきなの？ねえっては、教えてよ。いつもここでお小遣い使ってるじゃん。どんなことを聞いてどうすんの。別に興味。あの小間物屋は場所が悪い。なんで呪われてるとか。そんなこと知らんよ。ただ俺がここ始めてからもう10回以上店変わってる。だからとにかく場所が悪いの。ねえねえおじさん、ねえねえおじさん、おじさん、おじさん、ねえねえおじさん、おじさん。話しかけるたびにメガネをこうやってクイッとやりますね。いや、ここの古本屋もでもすごいよね。なんか年季入ってる感すごいですよね。どういうレイアウトなのこれ。どういうレイアウト、レイアウト？あの、この奥にもいっぱい並んでんのかな？なんかこの一列しかないように見えるけど、奥側にももう一列あるっぽく見えますね。おっちゃんはよく知らなかったです。ちょっとそしたらね、もう一回ちょっと冷やかしに行きます。アンティーク、ビーチって書いてありますね。アンティークなのにビーチなんだ、名前。いらっしゃいませ。チェ、私だけだよ。ここからが面白いところなのに。いらっしゃいませ。あの、すいません。今度は何のご用？お隣の古本屋のおじさんに聞いてきたんですけど、あの、ズバリ言ってここやばいみたいよ。だから一体何の話なんだよ。いい加減にしないと警察呼ぶわよ。あの、この場所もう10回以上お店が変わってるって。知ってるわよ、そんな話。でもだからって呪いのせいなんかにすることないでしょ。そりゃそうだ。それはもう店員さんが合ってる。正しい。なんだ、知ってたんですか？それじゃあ話終わっちゃうじゃん。つまんないの。うん、あの、ちょっといいかしら、お願いしたいことがあるんだけど。何ですか？噂が根も葉もない嘘だってこと、あなたに証明してほしいの。お礼と証明を兼ねてだけど、この棚に並んでるものなら、どれでも一つプレゼントするわ。え、もらえちゃうの？ラッキー。それはちょっと、うん、それラッキーにしとこう。もちろんそんなことは NNR にお任せって感じですよ。 NNR ってなんだっけ。どれにしようかな。これ、この懐中時計いいですか？これね。いいの？そんな簡単に。大事にしてね。それから例の話よろしくね。お年玉もらったらまた来ます。アンティークショップってでも確かに今あんま見ないかもしれないですね。あるのかな？うわ、転んだ。たー。つたー。あ、呪い。あ、嘘、もしかして。あ、壊れちゃった。早いよ。え、これで終わりなの？
はい、ちょっとね、今日はこれで終わりのようなので次に行きます。さあ、というわけで6月2日になりました。今夜パートね、すごい入るタイミング失ったらめちゃめちゃ長い夜パートでしたねしかもなかなか深い内容でした。はい、というわけで今日はね、午前中パートは特にやることがないんで午後パートに飛ばします。というわけで午後パートでございます。まずは噂の進捗状況を見ようじゃないですか。あのアンティークショップ絶対呪われてるよ。サンゴが転んだのはただの偶然じゃないの。とにかく今日もあの店を調べに行くからね。また行けと。
さあ、来ましたよと。この喫茶店入りたいな。オムライスとか食べたいです。行ってみましょう。あれ？閉店いたしました？やっぱ呪われてる？え？え？あ、なんか終わりっぽい。え、こんなあっさり終わっちゃうの？やっぱ乗られてたんだわ、あの店。呪いのアンティークの噂を解決した。こんな軽い噂でいいの？え？あ、終わった。あ、こういうあっさりした話もあるんですね。はい。というわけで、すいません、ちょっとボリュームだいぶ短くなっちゃったんですけど、一番ボリュームが多かったのがあの夜パートっていうね。しかもすいません、ちょっと僕が読むのをちょっとね、遅れてしまったせいでちょっとそのまま入れなかったんですけど。はい。というわけで次またね、新しい噂を手に入れ、進めていきたいと思うので、よろしくお願いします。プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。